はい、皆さんこんにちは、ピカです。トゥームレイダーやっていくよ。はい、ここはですね、まあ1回目のですか、1回目のサバイバルキット1回目のトゥーム、チャレンジトゥームのところなんですけども、まあね、ちょっと見落としあったんで、まあトゥーム、チャレンジトゥームってなんだろうってちょっとマップ見ていたら、今はですね、ここまで進んでるんですけど、クワク役か、うん、前回はここのクワク役の村をね探索して終わったんですけど、まあここにもねチャレンジトゥームあるんですよね。うん、でチャレンジトゥームってなんだろうって思って、まあ前のねエリアのペルーのジャングル、ここにまあ合わせてみると、左上ですね、チャレンジトゥームのあの墓石みたいなマークが2分の0になっていて、どうやらこことここですね、2箇所あるんだけど、2つともクリアしてないみたいなんだよね。まだこれ、壁画とか、まあ、探索しきっていないからかな。うん。で、まあ、ここはですね、まあ、あそこにジャンプして、で、あそこの桟橋みたいところから、桟橋じゃないか、壁伝いの 橋みたいところから脱出したんですけども、うん、そして初めてここで金鉱石を取って、で、あ、ここで行き止まりだなって、そしてまあこっからこうやって戻ったんですよね。そこですね、初めのトゥーム、チャレンジトゥームです。で、なんかすげえ景色だなって言ってたような記憶がある。でね、アコンもね、ずっと続いてるみたいなんですよね。はい。あれはなんだ、鳥か。で、これ見落としていたね。これ、登れる。うん。まあ、この登れる木はこの、引っ掛け跡みたいのが、マークなのかな。うん。ここ行けるみたいだから、行ってみよう。はい。グラップルアックス。ジャンプ中に四角を押すと、グラップルアックスを使用し、スイングして裂け目を飛び越えます。やってみよう。バツ。四角。はい。ね、はい。本当に。どういうこっちゃ。まあいいや。ちょうど、いいとこに来たわ。ここですね。ここ、見覚えがあるかと思いますけども。まあ、間違えて、ここから出て、一度ここに戻ってきちゃったところですよね。うん。で、まあ、ここですね。あそこが今のところだよね。うん。で、ここからジャンプできるかな？できないよな。まあ、とりあえずまた、こっちから行ってみっか。うん。で、ジャンプ。よし。で、こうやってと。よいしょ。よし。これで、また登って。これどういうことだろう？四角を押すと、ちょっとわかんないな。四角を押して、ジャンプ中に四角だろ？それだけでいいのかな？長押しって書いてないよね。はい。あ、なるほど。わかった。
こういう感じか。よし、そしたらここですね。こっちも行けそうじゃ。オイル。で、マップを見ると、ズーム。この先がサバイバルキットあんのか？これじゃないよね。経験値ね。なんだこれ。で、他なんかあるか？待って。なんかブルンブルンなってる。ああ、これか。はい、ここでなんか、虎の、豹の頭みたいの取れたね。前回か、これなんだろうって言ってた素材なんですけども。よし。もうないかな。OK。サバイバルキット。まあ、取ったのか。よし、そしたら、こっちだ。進んでいこう。なんだ？あいつ。敵だろ？違うか？撃てない。敵じゃないようじゃ。びっくりだ。でもこいつらを矢だらけにしたのはあいつじゃないのか？何なんだろう。まだ見っかってないってことかな。これか？これだな。これだけど、こっちはなんだ？こっち行けねえのか。行けないようじゃねえ。あれ、なんだ、人間か？まあいい。え、引くのか？ああ、なるほど。で、これか。どこにだ？あいつにか、もしかして。違うな。あ、アコか。わかった。アコだ。よし。これを引っ張る前にここに何かある。よし、これでこれを押すのか引くのか。押してみよう。何もなんない。引いてみる。なんか動いたぜ。おいおい、大丈夫かい？これに乗るのかい？乗るんじゃねえな。これなんかロープのやつある。どうすればいいんじゃ。ここか。違うな。待てよ。ここにもなんかあるぞ。そしたらこれに乗んのかな。乗れるかな。乗れた。乗って、そしたら今度こっちか。
待て。これでどうするんだろう。そしたらまた戻れっかな。戻れるな。で、ここを一時またこっち戻って、じゃあで戻ってで今度はこれとあれをつなげんのかな。切ろう。ロープを切る。よし、そしてこれを押す。で、これつなげれっか。つなげれる。そしてこれ引っ張んのかな。あら、切れちゃった。ここから乗んのか。どういうことになるんだ。切れちゃうんだよな。まあもう一度つなげてみっか。つなげたところで何になるの。登る。よいしょ。あ、動いたか？動いてねえか。これであっち回すといいのかな。切れちゃうかな。あれ引いてすぐにあこ飛び移らないといけないのか。もう一回こっち持ってきて。じゃあで、あのロープつないでない状態で引いたらどうなるんだろう。すぐ行っちゃうのかな、あっちに。まあ、いけるか。いけねえね。移動するスピード変わるか、ちょっとやってみましょうね。ロープつないでたら切れるまでちょっとあこにとどまってんのかな。もう一回これを戻して。ほんとごめんね。いや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 、あれ回ってる。これちょっとこっち側からでもいけるのか。よいしょ、よいしょ。 OK。 そしたらこれとこれをつないで、じゃあで
乗ってジャンプ。さあうまいこと言ってくれ、頼むぞ。これですぐあっち行け、行け、オッケー、乗れた。やっぱりちょっと止まってる。うん、よし、それでロープ切れたらあっち行くんだな。よし、行ったぞ。オッケー。で、どうに済ますんだ。よし、これはこれでいいと。あっち行って。で、ここに。何かあったぜ。で、他なんかあっか。これはフルだね。矢を作っとけ。で、これが文献か。マップ見てみよう。あ、壁画か。オッケー。ちょ待って。はい。よし、これでじゃあ、こっちかな。どこが白くなっているんじゃ。まだどっか、この上らへんがちょっと怪しいから、上からか。いけないよな。そしたらこっちか。あ、こっちっていうか、あっちなんか白っぽくなってるような気がするけど。あー、ここ白いわ。ここ段差あんの、だ、つかめんのかな。頼むぞ。オッケー。そしてこっちだ。ここピッケル、ピッケルの岩だぜ。よし。で、こっちも。う、なんで、なんで。もう一度じゃ。今のは何がダメだったんだ。上まで登りきるのか。それとも、まあ、どうやればいいんだ。あ、こうか。よし、勢い余って 飛び越えしまったんだな。よし、ここに、あ、これ引っ張るのか。わかった。で、これは、待て、血流れてっぞ。なんか罠か。大丈夫かな。出口を見つけないと。イーグルパーチ。クライミングの技術が向上し、地形をより早く登れるようになります。どういうことですか。お、トゥームクリア。オッケー。これでトゥーム、チャレンジトゥームクリアなのか。まあ、あっちへ。なんか階段ある。そして、こっちにも引っ張るとこがあるぞ。オッケー。罠はねえよな。なんだこれ。お、金鉱石か。もらっていこう。この俺様がもらってやろう。よし、これもか。いただこう。よし、この上どうなる。なんもねえのか。なんかあつお経験値。
これは特に何もなしか。これは生贄か。これはあの人の血なんだな。よし、これで逃げよう。逃げようというか出口じゃ。こっちからですね。こっちから、はい、あ、ちょっと待って、あっちから来たんだよね。よし、行くぞ。はいはい、はい、よし、あ、これクラッパー、クラップルアックスか。わかった。はい、おいおい、あ、これアコか。うん、前回もう滑ってったね、これね。びっくりしたけどね。よし、これはここだったよな。どこだった、ここだ。よし、行くぜー。よし、これで無事出口じゃ。どうすんだ、あれ、ここじゃなかったか。あれ、おかしいな。ここだよね。ジャンプか。あ、いけたいけた。よし、これで、よし、OK。よし、まあこれでクリアしたぜ。まあここの場面覚えておられる方いるんじゃないでしょうかね。こういう風に這いずり回って、這いずっていったところですね。よし、そしたら、まあこうキャンプで、今はここにベースキャンプでいるから、こうベースキャンプにですね、ワープできるみたいなんで、まあこいつらも、こいつらも白くなってるやつは多分取ってないというか、こんな風にね、通過したらこういう風に白く、白じゃなくて灰色に なるんですよね。うん、こういうのまだ見落としてるんだよな。まあこういうのは、まあ個人的にちょっとやっときますね。まあ多分経験値とかそういうのだと思いますんで、まあやらないかもしれないけどね。まあトゥーム、チャレンジトゥームだけはちょっと皆さんにお届けしできればいいかなと思っております。そしたらね、ここにもチャレンジトゥームがあるんで、ここにワープしたいな。うん、そのためにはここに止まって、そしてファストトラベルで、まあここだよな。待って、ここにワープと。よーし、まあここはね、飛行機が落ちて、まあここで
ロープでナイフ作ったところですね。うん、よし。そしたら今ここだから、じゃ待て、ここだからこっちに逆行かなければいけねえんだな。ここになんだ、こ宝箱あるな。まあとりあえず後ろ向いていきましょうか。こっちか。墓室、まあまずこっちからちょっと行ってみようか。うん、オッケー。これ登ってさっさと行きましょうね。まあここは、ここはねまだ行ってないとこなんだよな、多分。罠じゃないよな。待て。よし。あ、これが、墓室か。墓室っていうのか、これ。ちょっと待って、これ、どこにあるんだ。これか。OK。これだよね。クスコはスペイン王権の正当な代表者であるエルナンド・ピサロが支配する。ディエゴ・デ・アルマグロは、ああ、これはまあいいや。ちょっと待って。うん、これだ。OK。よし、そしたら他のも行きましょう。罠には注意したいところじゃ。顎になんか罠が表示されておる。これはどう行けばいいの？おい、間行けんのかこれ。気をつけて。本当に。そっとよ。注意して本当に。よし。で、これなんだこれ。これはフル。これは、これで動かすのか。こっちもか。どっちが正解なんじゃ。こっち動いた。すぐ通れ。なんか危なそうじゃ。続くのかしら。そうそうよ。他人。避け。やばかった。よく避けたピカ君。刺さっとこだった。よし。慎重に行こう。怖い。ここで5月30日、イエーイ。うん、ここでここにあったやつ消えたな。で壁画か。あとはこれ何なんだろう。なんか呼んでた方がいいのかなあれ。で壁があったぞ。これだ。こんにちは。他人。あ、ここ出口か。オッケー。これ罠だ。どうすりゃいいんだこれ。ジャンプかな。まあとりあえずこっち行ってみよう。罠はないな。何？これは何？うん、これも何？本当に映ってなかったぞ今の。
経験値いっぱいもらったね。新しい装備もらったぞ。ブーツとかなんとか。コスチューム工作でできんのか。了解だ。こっち行けるね。道的にはどうなんだこれ。未知の世界なのか。これはなんか金鉱石か。よし。あ、この上行けるな。よっしゃ。あそこから上に行けそうね。うん。でもさっきんとこさ、あこは。何もないかな。罠かな。ただのこれだな。まあ行きましょう。脱出だ。よし。これどうなんの。降りればいいのか。ああ、ここに戻ってきたんだ。そしたらどう、なんか、そしたらどうなるんだ。こっちから行った方がいいのかな。でもまあちょっと行ってみよう。行けるかな。ちょっと本当に。よし、大丈夫のようじゃ。こっち罠だ。まあでも二段ジャンプでいけるんだよな。はい、よし、もう一丁か。罠いっぱいあるな。でこれなんだ。近くの隠し部屋を表してるみたいね。全然見えないけど。ここか。ここっぽいな。オッケー、ここっぽいぞ。よし。オッケー。おっと。なんだこれ。書庫管理マップ。知らん。で、こっちは行けずにもう戻ればいいのじゃな。よし。OK。これでこれを開ければいいのか。よし、すぐに行け。そしてここは気をつけるんじゃ。何取るよ。よし、クリアじゃ。罠はないよな。うん、これは無理ね。よかった。もう持てないわ。で、ここはどこだ。まあここのトゥームね。はいはいはい。まあもういい時間になったんでね。
次回はここのトゥームちょっとやっていきましょう。で、時間余ったら、まあこの先ね、ストーリー進めていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。またね。